フィリップ島はオーストラリア・ビィクトリア州にある島である。メルボルンから約1 4 0キロメートル南西に位置している。島の名前は探検家のジョージバスによって初代ニューサウス、ウェールズ州総督のアーサー・フィリップにちなんで名付けられた。島は長さ2 6キロメートル幅9キロメートルで面積100平方キロメートルであり、島自体が浅いウェスタンポート湾における。 防波堤の役割をしている。オーストラリア本土とは、本土側のサンデモと島側のニューヘイブンとの間に、かかる全長640メートルのコンクリート橋で結ばれている。2011年の定住者人口は、オーストラリアの推計人口で9406人である。下記には4万人の人々が住んでいる。島内の農地の約60%は、羊や、 地牛の牧畜に利用されている。ザコーストーブ、フィリップアイランド島の南と西の海岸沿いは、フェアリーペンギンやハシボソミズナギドリ、ハシブトカモメの個体数を確保するために、バードライフインターナショナルにより、重要野鳥生息地に指定されている。島内では、ワラビーやカンガルーがよく見られる。さらに、島生誕のシールロックスには、オットセイのコロニーがある。近年では、 島近海でブルナンクジラ、ザトウクジラ、シャチ、南セミクジラの個体数が1970年頃のソ連や日本の商業捕鯨や違法な捕鯨以来回復している。通年バス海峡沖からの南西の卓越風が吹いており、メルボルンに比べて穏やかな気候になっている。海洋性気候であるが、夏季は涼しく乾燥しており、地中海性気候の特徴も併せ持っている。 2005年8月には珍しく雪が観測された。ありがとうございます。